統計なんですけれども、これ日本国民にどこか調子が悪いところありませんかというふうに聞いてみたとき、男性女性そして年代別全部合計してみると腰痛肩こり関節痛がトップ3で、そのうち腰痛は30年間ぶっちぎりで1位のままです。今まで腰痛が治ってないということなんですね。で、今のままでは治らずに増えていくという状態が起きています。人口は減ってるよとかって言いながらこれ腰痛患者は増えていってますし、かつ重症化が進んでいるということになるんですね。で、先ほど埼玉県の女の子の話しましたが、彼女は体まっすぐになって立って走れるようになるまで500時間かかっているんですね。で、彼女はそこまで状態が悪く、ね、もうおむつで寝たきりの状態になってしまってからやり始めたので、それだけの時間がかかりましたけれども、今この配信見ていただいている方の多くはそのおむつで寝たきりまでではないですよね。ちょっとこれライブ配信なのでね、ちょっと日本の国だけじゃなく海外から聞いていただいている方も実はいたりとかするんですけども、まあ、そういった人たち本当に動けなくなって、まあ、日本国内でも本当に動けない人も見ていただいているかもしれないので、ちょっと条件はね本当に大変な方に入るかもしれませんが、おそらく多くの方は自分でね動ける状態でこれ見ていただいていると思います。その方であればですね、もっと簡単に治ってしまいますから、できればさっさと治していただきたいと思います。